小笠佐原丸は、小笠原海運が運航していた、河脚船。1979年に就航し、1997年まで運航された。同盟の船としては初代にあたる。1968年の小笠原諸島の本土、復帰後、小笠原航路は、東京都による運航を経て、小笠原海運による運航となり、東海汽船から要船した、椿丸。続いて、 関西基線から購入した父島丸が就航していた。本線は父島丸に代わる本港路発の新造船として三菱重工業下関造船所で建造され1979年4月2日に就航した。小さいながらも父島への貴重な交通手段として親しまれ小笠原で使用されるものはプレハブ住宅やプレジャーボートの他郵便物。 現金に至るまで、危険物を除くほとんどの物資を運ぶ、文字通りのライフラインであった。1997年、小賀サワラ丸の就航により引退した。その後、フィリピンのスルピシオラインズに売却され、プリンセス・オブ・ザ・カリビアンとなり、セブ島などに就航した。前年に就航した東海汽船のストレッチア丸の純道系船である。 ストレッチア・マルガニダに対し本船は一打のため水中の抵抗が減り、航海速力が0.4ノット向上した。フィンスタビライザーを装備して横揺れを軽減することで荒れた海に対応している。一等室はカプセルホテルのようなベッドのある二人室で、船内でレンタルビデオサービスを行っていた。二等室のうち揺れやすい船体下部の船室は換算機は 娯楽室として使用されていた。よくある質問。小笠原海運。2016年8月19日閲覧。AB、新大賀、沢原丸船内のご案内。P10、2016年8月19日閲覧。ありがとうございます。